たそうです。私は豚の屠殺と解体を見たのは初めてでしたけれども、クッツェンバーガーさんたちのあまりの手際の良さに圧倒されて、そうショッキングだとは思いませんでした。クッツェンバーガーさんの手さばきの鮮やかなこととか、刃物がよく切れることとか、次から次へと感心することばかりでした。豚の解体は日本人が魚一匹を下ろすのによく似ていると思いました。毛を取るのは魚の鱗を取るのに似ていますし、背割りは刺し爪三枚に下ろすようなもんです。10歳になる娘のドーリスちゃんが事の一部始終をじっと見ていたのも印象的でした。彼女は毎日豚の世話をして、その豚がこうして屠殺解体されていくのを見て、その豚肉を毎日食べています。そういったことをすべて普通のこととして彼女は捉えているわけです。ドーリスちゃんを見ていて、肉を食べることの前には必ず屠殺があるのだという現実を子供の頃からごく自然に受け止めていく様子がよくわかりました。1時間経ちました。大腸は裏返してきれいに洗います。これは膀胱。これも後で使い道があります。クッツェンバーガーさんは農家のご主人です。村の家々を回り、豚の解体をアルバイトにしています。おじさんが肉屋だったので、見よう見まねで解体の技術を覚え、今では週に 2,3 回この仕事をします。ゼラチン質を含んだ皮はソーセージのつなぎになります。次はいよいよソーセージ作りにかかります。
どんなソーセージをどのくらい作るか、それを決めるのは一家の主婦の権限です。ドイツ人が毎日のようにソーセージを食べていると聞くと単調な食事のように思いますけれども、ビュットナーさんのところのソーセージ作りを見ていると一つ一つがとても個性的であることが分かります。次はブルットブルストと呼ばれる血のソーセージ作りにかかります。心臓や腎臓などを刻んで胡椒をたっぷりまぶし、それに血を加えて作ります。血の赤、心臓のピンク、腎臓の紫、そして脂肪の白、出来上がった時いかに綺麗な断面の模様を作るかが腕の見せ所です。中身を胃袋に詰めます。ここでさっきの膀胱が使われます。バイサープレサック、顔の肉を刻んで膀胱に詰めて作るソーセージです。全工程4時間、全てが終わったのは夜の7時でした。クッツェンバーガーさんが途中手を休めたのはジュースで喉を潤した30秒間だけでした。